NHK ラジオ第一及び NHK ワールドラジオ日本で放送されるクラシック音楽の専門番組である。1949年9月11日に第1回が放送された。静かな休日の朝をクラシック音楽と共に過ごすという考え方で半世紀以上クラシック音楽を専門に扱い、現在放送開始から72年の歴史を有する番組である。 NHK ラジオのクラシック番組は基本的に FM で放送されるが音楽の泉は数少ない中派の番組である。番組初期は生放送であった。SP 版時代は1曲がレコードの2面以上にわたることがあり2台の再生機を用意して曲を聴きながらディレクターが生でつないだ。放送時間は NHK ラジオ第一と NHK ワールドラジオ日本で毎週日曜日8時5分8時55分である。2011年4月から2013年3月までは NHKFM でも毎週土曜日6時6時50分にステレオで放送された。2019年4月8日から NHKFM で再放送が毎週月曜日5時5時50分になされるようになった。千二十一年四月四日 放送分から、ラジルラジルの聞き逃しサービスに対応。AM のモノラル版が配信。2021年4月12日 FM での再放送分から、ステレオ版で配信されることになった。番組テーマ曲は、シューベルト作曲の、楽曲の時、第3番へ短調である。当初は、中田和嗣編曲の室内アンサンブルで演奏されたが、長らく、 エミール・ギレリスのピアノ演奏が使われてきた。このことにちなみ、アルフレート・ブレンデルの演奏がラストに参照されたことも1980年代にあったが、2020年3月まではアンドラーシュシフ演奏のものが使用された。2020年4月からはマリア・ジョアン・ピレッシュ演奏のものとなった。テーマ曲と共にアナウンスされる音楽の泉の時間です。お話はさんの声は、 女性アナウンサーである。2019年度までは元 NHK アナウンサーの広瀬信子により、音楽の泉、お話は皆川達夫さんですとアナウンスされていた。2020年度から NHK アナウンサーの森田美幸によるアナウンスである。ありがとうございます。